いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルメルセデスベンツ C180 アバンギャルド AMG ラインを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント、右フロントドア、右リアドア、右サイドスカート、右フロントと左リアドアエッジに傷、左右ドアミラー、右サイドスカート、右フロントドア複数箇所、右リアフェンダー複数箇所、左フロントドア複数箇所、左リアドア、リアバンパー複数箇所に線傷、ボンネットに飛び石がございます。走行距離に関しましては約1万6000キロと低走行なお車です。外装色はヒアシンスレッド、インテリアはブラックレザーが採用されております。豪華装備が充実した C180 アバンギャルド AMG ラインでございます。こちらのお車に関しましては優勝カラーのヒアシンスレッドやレザーエクスクルーシブパッケージをはじめ数多くのオプション装備が施されております。また AMG ラインによりエクステリア、インテリアよりスポーティーに仕上がった1台です。ヘッドライトに関しましては LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 1.6 リッター直列4気筒のターボエンジンが搭載されており、最高出力は156馬力でございます。また足元に関しましては純正の18インチアルミホールが装備されております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース十分な広さが確保されており、また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席ともに良好なコンディションです。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。また走行モードも用意されており、路面状況に応じて適切な走行モードを選ぶことができます。フロント両席に関しましてはシートヒーターも完備されておりますので肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく良好なコンディションを保っております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2016年モデルメルセデスベンツ C180 アバンギャルド AMG ラインを紹介させていただきました。走行距離に関しましては約1万6000キロと低走行なお車です。豪華オプションを身にまとった C180 アバンギャルド AMG ラインでございます。こちらのお車に関しましては156馬力を発揮するエンジンに
7速のオートマチックシフトが組み合わさり、街中でも快適な走行を行っていただける1台です。またインテリアに関しましては、純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、アダプティブクルーズコントロールをはじめ、快適装備が非常に充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。